どうも、エルカンターレの息子、エロカンターレです。はい、ということでね、今日は何について話していくかと言いますと、ズバリ劉邦氏の女性問題について、イエーイ結構週刊誌とかでもたびたび話題になってるんですけれども、悪いことやってんじゃねえのっていうところについてね、告発されたりとかしてますけれども、もうなんかもう親父のこういう話すんのね、ほんとなんか気持ち悪くて嫌なんですけど、質問が多いから答えておきます。最初にちょっとねお断りをさせていただきたいのですが、まあ事実でないことについては一切話すつもりはありませんっていうことだけは一つ言っております。実際自分が見聞きしたこと、それから実際に自分の身の回りで起きたこと、まあそういったことしか話しません。まあ信念としてね、嘘をつくってことは僕はしたくないと思うので、まあそれについては何卒ご了承いただければなと思います。はい、ということでね、大川隆法氏の女性問題、不倫してんじゃねえのとか、愛人いるんじゃねえのとか、まあそんな噂について、それ真偽がどうなのってことについて話をしていくんですが、まず結論から言っておくと、まあ、僕自身はですね、まあ、彼がそういうことをやっている現場っていうのを僕は目撃したことはありません。まあ、実家の太鼓館ですね。太鼓館っていうのは、まあ地上4階建てなんですが、3階と4階がまあ父親と母親のスペースみたいな、まあそんな感じだったんですけども、この3階と4階の部分については子供たちは入っちゃいけなかったんですよね。立ち入り禁止だったんですよ。あと男性秘書も立ち入り禁止ですね、3階から上は。なので僕は、3階から上にはもう数えるぐらいしか入ったことはないので、正直よくわからないっていうのが実際のところです。まあ、ゆうたとかはね、結構ね、忍び込んでね、勝手に上がったりとかしたんで、もしかしたら、ゆうただったら何かの現場を目撃している可能性は、なきにしもあらずだと思います。少なくとも、ちょっと僕は残念ながら、いかがしい現場を見たことはありませんという。まあ、ただですね、まあ、事実として言えることをいくつか言っておこうと思うんですが、宗務本部っていう、まあ、総裁の秘書部門があるんですけども、この宗務本部にはですね、いくつか不可解なルールが存在するんですよね。まず一つがですね、宗務本部に配属になった人は原則として恋愛禁止。まあもうすでに結婚してる人とかは別に問われないんですけれども、付き合ってる彼女彼氏とかがもしいた場合は強制的に別れさせられるっていう、まあそういうルールがありましたね。結婚目前の恋人がいたけど宗務本部に配属になっちゃったから別れさせられましたとか、結構そういうケースとかはね、往々にしてよくありましたね。実際でももちろん守らない人もいるわけであって、それが発覚した場合には結構ね、重たいペナルティーが課されるんですよね。数週間なんか地方の商社とかに飛ばされて、そこで、ね、反省修行させられるとか、まあ、あとは左遷させられるとかね。で、二つ目のね、ちょっと不可解な暗黙の了解といいますかっていうのがあるとすれば、この女性の秘書の中でも幹部になる人がいるんですよね。入局1年目とかでいきなりなんか常務とか専務とかになっちゃう人とかもいて、まあそういった幹部になっていく人とかは、だいたい月給が、まあ、100万円は超えます。幹部になった宗務本部の女性秘書についてはこれは1回給料がその額までいくと、その後絶対に額がそれ以下にならない、こういうね謎のルールがあるんですよね。どういう仕事をしてるかっていうことなんですけれども、劉邦がね映画見に行くのとか好きなんで、まあ、映画見に行くときに一緒に行ったりとか、散歩しに行くときとかに付き合ったりとか、買い物一緒に行ったりとか、あとまあ食事するときとかに話し相手になったりとか、言っちゃえばまあ体のいいキャバクラですね。うん、まあ、もちろんねそれだけだとちょっと対外的に説明がつかないんで、外に向けてはどういう説明をしてるかっていうと、若手の秘書の方にはなんか霊的なパワーがあって、霊的な結界を作って、なんか総裁先生を悪魔からお守りしてるんだみたいな、ね、そんな言い方をしてね、なんか説明を作ってますね。幹部になる女性の方々っていうのは、まあ過去世とかもものすごい人が出てきたりするケースが多いですね。やれなんかなんとか天皇だとか、ギリシャ神話のすごい女神だとか、まあそういう格付けみたいなのをやっといて、宗教的に素晴らしい人なんだみたいな、ブランディングをして、なんかとやかく言われないようにっていうことをやるんですね。で、この彼女たちっていうのは30歳を超えるか超えないか、まあ、このあたりになると大体クビになるんですよ。お払い箱になって宗務本部、秘書部門から追い出されるわけですね。追い出された後にどこに行くかっていうと、宗務本部のね他の部署に移されるんですよね。国際本部の副本部長だったりとか、あとエルカンターレ活動推進局特別理事とか、名前だけそういう役職をもらって、まあ、実際には何も仕事をしないと、まあ、なんですけど、まあ、彼女たちもね何もなしでその100万円超えの給料をねもらい続けるっていう、そういうわけではなくて、まあ、一つねこの給料をもらい続ける条件みたいなのがありまして、独身でいること、これなんですよね。幹部の女性が結婚するときっていうのは一つルールがあって、劉邦に一
回お伺いを立てなきゃいけないですよね。そういうなんか報告をしないで勝手に結婚しちゃったりとかしたら、なんで報告しないんだって言って怒り狂っちゃって、結構大変なことになったので、報告をしなきゃいけないっていう、そういうしきたりができたわけですね。結婚を報告すると、その女性の幹部の人は出世街道からは間違いなくドロップアウトしますと。さらに言ってしまえば、その結婚相手の、男性の職員さんとかも同じく出世街道からはドロップアウトします。だから劉邦の嫉妬を買うっていうことですよね。事実を申し上げると、こんな感じになっちゃうんですが、あとはね、皆様何が起きてるかっていうのはご想像していただければいいかなと思います。別にいいと思うんですよ、正直。それやっぱそのお金を持ってる男性っていうのはやっぱり女性からしたらね、魅力的な部分っていうのはありますし、一般的なね、経営者の方とかでも愛人契約とかやってる人っていうのも少なくはないと思いますし、ただお金払うんだったらその期間だけにしなよっていう、終わってからずっと払い続けっていうのは、それはちょっと頭がよろしくないんじゃないかなっていうか、初期の女性の幹部の人たちが今30代後半から40代ぐらいとかになってきてるんですけれども、高額な給料いつまで払うのっていう、何歳までそれ払い続けんのっていう、切りないでしょっていう、口止め料的な意味でね、払ってるっていうになるのかもしれないけど、それをバラされたくないんだったら、なんか契約書でね、一括で手切金みたいなの出すとかね、口止め料っていうか、払い続けてる高額な給料の出所って、全部信者さんのお布施でしょっていう、それでいいのっていう、信者さんたちどんな気持ちになるのかなーっていうのは、僕ははなはだ疑問ですね。はい、ということでね、女性問題について僕が知ってることをお話ししますということでございます。一応僕が知ってることはこんな感じということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価ボタンお願いします。